これこの前マックのハッピーセットでクッパかわいいでしょ。マーシャ見てクッパ。うわ、気抜けた。今から映画を見に行くので準備します。欲しいもん。これは今日のお昼ご飯です。これはさ、IKEA のこの収納ボックスと鏡が一緒になってるやつなんですけど、めっちゃ便利と思っていたのね。一つ難点はこの鏡を立てるものが必要なのが、ここ丸いからね、あんま安定しないの、立てるとき。大晦日に実家帰ったときにドンキ妹と行ってカラコンいろいろ買ってきた。使ったことないやつ使ってみよう。今日はキャンマジってやつのヘイゼルだって。今日は何の映画を見に行くかと言いますと、アバターの2を見に行きます。アバターも映画館で 3D で見て、なんだこの素晴らしい映像は、映像美に感動したわけなんですけど、 IMAX の 3D でタコ玉釜に見に行くんですけど、アバターこそ 3D で見るべき映画だなって思います、個人的には。この間一人旅で京都に行ったじゃないですか。ストーリーにも結構行ったお店とか載せたし、 YouTube も2本立てで載せたら皆さん参考にしてくださって、私が行ったお店行きましたとか、一人旅行ったことなかったけどゆめちゃんのコース回ってきましたとか、たくさん DM とかで教えてくれて、楽しいことがこう経験するお手伝いというかきっかけになれたことが本当に光栄で、 YouTube とかも回して投稿してよかったなって思ったので、一人旅はまた近々行きたいとか行こうって思ってたの。YouTube を撮るかとか決めてなかったんだけど、それがすごい嬉しかったので、次回の一人旅第2弾も YouTube 撮ってインスタとかも紅白載せようと思ってるんですけど、なんかせっかくそうやってみんなさんに共有しながら行くなら、行く場所とかも気になってる場所、行きたいなって思ってる場所とかに行けたら参考にもなるかなって思って、インスタのストーリーでなんかどこの一人旅行ったらいいかなみたいな行ったらいいかなっておかしいけど、どこ行こうかなみたいなのを知ったのね、アンケート機能とか。たくさんね、送ってくださったので、そこから多かったところとか気になるところを深掘りして行きたいなと思っています。で、今日は気になってる地方のなんか本を蔦屋書店で見て下調べしてこようかなって思ってます。本当に知らない土地に行くと異国感がすごくて、まあもちろんこの辺住んでてもさ、その辺ですれ違う人は知らない人だけど、それよりも本当に知らない人なわけ。向こう行くと、あ、もう一生会わないんだろうなこの人はみたいな、一期一会ってこのことだなみたいな、本当に初めて感が強すぎてなんか最強になれるので、一人でお店とか普段入らなくても一人で知らない土地に立ってる自分によって何でもできちゃうと思います。ということで、ちょっと準備をしていきたいと思います。さ、ずっと憧れてたブラシがあって、のこれに似てるこういう形のブラシでやっとあったのね、この前。さ、なんか偽物ってか違うやつだった、ちょっとショック。普通にいいけど、このこんな感じ。
これはフレディなんとかっていうところの中は、これは H&M の T シャツ、これも H&M のパンツ、ユニクロのバッグ、お友達が作ってくれたアームウォーマー、可愛いしあったかいの。ネックレスはこれ最近買ったヒステリックグラマーの。ちょっと寒いからマフラー巻いていこうかなっていう感じ。行ってきます。ありがとう。え、これも可愛いって思ってたやつだ。キーホルダー可愛い。ミラー、しかも L サイズ。ダボっとしたパーカー欲しかったから超嬉しい。ありがとう、可愛い。あ、たくさん使います。コンビニで買ってきたサラダと、これクラムチャウダーのスープデリ。今日はこれ夜ご飯です。まあこういう日があってもいいよね。
何に疲れちゃったかというと、アバターの世界に没入しすぎて疲れちゃったっていう、3時間ぐらいあるんだけど、長いじゃん3時間の映画って。内容とか面白いし、見てる時はアバターの世界に本当に没入してる感覚なのね。自分ももうなんか一族になってるみたいな見終わった後の疲労感がすごいね。疲労感というか達成感みたいな、やりきった感がすごいです。私なんか本当に自分もアバターと一緒に戦ってる気持ちになんか私はなってたから、終わった後あれなんか会おうよ友達たちどこだみたいな、みんなちっちゃくないみたいな変な感じになりました。まあなんか語りたい、感想を語りたいけどネタバレになっちゃうので我慢しとく。待って色間違えた、またやらかした。まあいいか、これも可愛い。でもThank you.